アヘン窟。アヘン窟は、アヘンの販売と喫煙がなされた施設である。アヘン窟は19世紀では、世界各地で見られたが、特に中国付近、東南アジア、北、アメリカ、フランスでよく見られた。西欧では、アヘン窟は一般に中国人に結びついた見方がされていた。というのもアヘン窟は中国人によって経営され、中国人以外のアヘン吸引者に対してのサービスも行っていたからである。ほとんどのアヘン窟では、アヘンの吸引に必要なパイプやランプといった器具も取り扱っていた。客は横になって、オイルランプの上の長いアヘンパイプを支えた。オイルランプはアヘンを気化させ、吸引可能にするために必要だった。中国のアヘン窟には、社会的に様々な階層の人物が訪れ、その豪華さや質素さはそのまま客の財政状態を表した。アメリカの都市部、特に西海岸では、中国のアヘン窟によく似た豪華な設備や女性のスタッフのいるアヘン窟が見られた。労働者階級のためには設備の簡素なアヘン窟も多数見られた。後者のようなアヘン窟は、大抵の場合、非中国人の吸引者も受け入れていた。北、アメリカへのアヘンの吸引習慣は、カリフォルニアゴールドラッシュへの中国人労働者の流入とともに到達した。始まったのは、サンフランシスコであり、1850年前後の中国人の到着からほとんど間を置かず、中国人街は無数のアヘン窟を有するようになった。1870年代までには、サンフランシスコのアヘン窟は非中国人にも利用されるようになり、1875年に議会は反ドラッグ法を制定した。20世紀の初頭にはアヘンや関連用品の没収、焼却がなされ、またアヘンの使用に関する公的な議論の場が設けられるようになった。こういったアヘン撲滅運動によってアヘンの吸引はアンダーグラウンドのものとはなったが、サンフランシスコや北アメリカの各都市においては、第二次世界大戦あたりまではかなり一般なものであり続けた。サンフランシスコの典型的なアヘン窟は中国人スタイルの洗濯屋のような形式でメインルーム、バックルーム、または上階を有し、アヘンランプが消えたり、アヘンの煙が漏れたりしないように密閉されていた。W・テイバーによって1886年に撮影された19世紀のサンフランシスコの豪華なアヘン窟の写真が残されているが、中国人、アメリカ人双方とも、富裕層の吸引者は、アヘン窟での喫煙よりも、自宅での吸引を好んだ。ニューヨークのチャイナタウンのアヘン窟は、中国から距離が離れていることもあり、アメリカ西海岸にあるものほど豪華な設備ではなかった。1870から1880年代のニューヨークにおけるアヘンの使用に関して、研究を行った医師である H.H. ケインによれば、多くのアヘン窟は中華街のモット通りとペル通りにあった。そして23番通りにあるアメリカ人女性とその2人の娘が経営するアヘン窟1軒を除き、他はすべて中国人によって経営されていた。ケインはニューヨークのアヘン窟は全国籍の人が無差別に混ざり合う場所であると言っている。サンフランシスコと同じように、ニューヨークでも人種に関わらず人々は、アヘン窟に足を運んだ。ニューヨークの最後のアヘン窟は1957年6月28日に閉鎖された。中国からの移民は、最初にブリティッシュコロンビア州のビクトリアとバンクーバーに中華街を形成したが、ここでも19世紀末から20世紀初頭までは、アヘン窟は一般的なものだった。サンフランシスコが吸引用のアヘンの輸入に対して課税を始めると、その輸入はビクトリアに振り向けられ、そこからアメリカに密輸されるようになった。しかし、ビクトリアとバンクーバーの中華街のアヘン窟では、かなりの量のアヘンが消費されていたようである。バンクーバーの上海アリーは簡素なアヘン窟として知られいた。アメリカでそうであったように、非中国系の客は、カナダの中華街のアヘン窟に頻繁に足を運んでいた。フランスのアヘン吸引は、インドシナ植民地での兵役から戻ってきた、フランス人によってもたらされた部分が大きい。20世紀初頭までフランスの海沿いの都市、特にトゥーロン、マルセイユ、イエールには多くのアヘン窟が存在した。ビクトリア時代のロンドンのアヘン球威に関する評判は歴史的事実よりもむしろフィクションによって知られる部分が大きい。ロンドンの新聞や当時のイギリス人はロンドンのライムハウス地区をアヘンに毒された危険とミステリーに満ちた地区として表現している。だが実際のところはロンドンの中国人の人口は数百を超えることはなく、北アメリカの中華街の人口が1万を超えていたのとは対照的である。1880年代の中頃からロンドンやリバプールで日用雑貨店や料理店、集会場とともに中華街が形成され始め、またイーストエンド・オブ・ロンドンでは中国語のストリート名がつき始めた。1891年の国勢調査では582人の中国生まれの住人がいたが、1896年の調査では387人に減少している。このうち 80% は20から35歳の独身男性で、ほとんどは水夫だった。イギリスの会社は茶の購入の代金とするため、アヘンをインドから中国に輸出し始めた。これはイギリスの法に反しており、また、真の支配者層もこれに対し怒りを表明した。これが原因となり、1839年にアヘン戦争が勃発した。イギリスは清を破り、1842年の南京条約により1857年には香港をイギリスの植民地とした。1857年にはアロー戦争が勃発し、イギリスは再度清を破った。この講和条約でイギリス及び共同出兵したフランスは不平等条約であるアマネ条約を結んだ。この条約には、イギリス、フランスが、イギリス植民地、北アメリカ、南アメリカ、オーストラリアでの安価な労働力として、中国人を雇用できるという内容が含まれていた。北アメリカでは、大陸横断鉄道の建設のために、多数の中国人が雇用され、ゴールドラッシュで富を得るという流れを経て、大きな移民を抱えることになったが、イギリスはさほど多くの雇用を行ったわけではなかった。そしてその結果として、アメリカの中国人コミュニティに比べると、イギリスのそれははるかに小さなものに止まった。ロンドンの中国人移民は、イーストエンドの港にブルーファンネルライン社のような、海運業者の船でやってくることが多かった。彼らの多くは水夫であり、ほとんどは、ロンドン市内の限られたストリート沿いに居を構えた。そして彼らは、仕事に敗れた場合は、中華料理店や、洗濯屋で働くことが多かった。1860年代には、イーストエンドに存在する暗黒街の様子が新聞や本に取り上げられるようになり、個人や宗教団体はアヘンの乱用に反対するようになった。ペニーフィールドでは、中国人と儒教の施設に対する宣教が行われた。ライムハウスには有名なアタックの下宿があった。イーストエンドの中国人コミュニティに対しては、非常に偏見に満ちた捉え方がなされており、それらはトマス・バークとサックス・ローマーの著書で見て取ることができる。二人の著書の中では、中国人コミュニティの規模が誇張されており、またギャンブル、アヘン窟、不浄なものに関して、必要以上に頻繁に言及している。チャールズ・ディケンズの最後の小説である1870年のザ・ミステリー・オブ・エドウィン・ドルドシリーズでもアヘンの使用に関する描写がある。ディケンズは19世紀のロンドンの文化に関する描写と風刺で有名であり、ビクトリア朝ロンドンのイーストエンドのアヘン窟が非常に特徴的であったことがわかる。ザ・ミステリー・オブ・エドウィン・ドルドで描かれているアヘン窟は、アモイからの移民であったアーシンの経営する実際のアヘン窟をモデルに描かれている。ロンドンのサイエンスミュージアムには、イーストエンドのアヘン窟の珍しい写真が残されている。この写真には二人の女性がアヘン窟外でアヘンを吸引しているのが写っている。アーシンは彼自身がアヘン吸引者であり、彼はビジネスの才覚があるとともに、アヘン調合の秘密を知っているとされた。実際に、近辺の中国人船員をはじめとする多くの人が彼の店に訪れ、彼に成功をもたらした。アーサー・コナン・ドイルやディケンズといった当時の有名な作家も実際に彼の店を訪れた。アーシンの店はおそらくビクトリア朝ロンドンで最も有名なアヘン窟であり、ロンドンの上流階級の人々もそこを訪れている。1868年の薬事法ではアヘンを危険な薬物として登録された科学者と薬剤師のみが取り扱えるものとしたが、19世紀末まではアヘンの危険性を主張する医師や科学者は非常に少数だった。ロンドンでアヘン窟が法律によって閉鎖されるようになると、アーシンをはじめとする人々も店を手放し、別の仕事を探さなければならなくなった。晩年のアーシンは、信仰を模索しながら、アヘン吸引を続けていたと言われている。そして1890年、吸引をやめて数日後に64歳で没した。彼は、防母地に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。